東南互い保とは、新末の義和団の乱の間に、南方の各省が、中央政府の命令に背いて、外国との改選を拒否した事件である。東南互い保の様子成長が、各国に宣戦する前から、両校総督、流出自猿一、古校総督張りのほら、両校総督理交省、鉄路大臣、森旋会らは、東南各省を平穏に保ち、列強に、 侵略の口実を与えないようにするかを協議していた。新朝が11カ国に宣戦した後、流筆寺る一朝のほら、李公賞、節総徳元を、非戦総徳慶春、三島巡部園生外は三戦国と協議を行い、列国の利権を保護した。これを、東南多外保という。朝高添いや、宴会の特部らは一致して、反乱鎮圧と、治安維持。 外国人商人や、教会の保護を通じて、列強の介入を防ごうとした。彼らは、朝廷の義和団を支持せよという象徴を、義和団に脅されて出した、乱意の地であると称した。東南多外保運動は、河北省、山東省以外の地域を、義和団と八カ国連合軍との戦乱から守ったが、同時に、地方の政治、軍事権力が拡張し、 中央の権力が低下する結果も伴った。この後、1911年の侵害革命の際に、各省が武将危機に呼応して、相次いで独立を宣言し、中華民国の成立後、北洋軍閥が各地方に長期にわたって拡挙したのも、東南互外保が引き起こした勢力の変化の結果ということができる。ありがとうございます。